そめんクラブ放送部。さーて始まりました。久しぶりの放送部というわけで、本日は私青が先陣を切らせていただいておりますがごめんなさい、ちょっとよだれが。すいません。はあ、まあみんなにお渡しするわ。長くない？大したのもなく、うん、雑いな。つばれただけで。つばって言うな。なんやねん。じゃあ唾液もっと嫌やん。きたな。多分今の笑い声みんな耳ブワーッハケやばい。私下げます。君、あ、下げてくれんの？ありがとうございます。じゃあそれはありがとう。編集します。ありがとうございます。ということでお久しぶりです、皆さん。こんばんは。こんばんは。放送部です。久々やね。いつぶりやろ。新年一発目かな、これが。放送部に関しては明けましておめでとうございます。そうだわ、まあ、す明けおめやことよろやね。もう3月ということでですね。はい。まあ先月とかに関しましては YouTube 結構今までにない動き方をして、仮面のまま私たち外に出たりしてたんですけれども。確かに。はい。で、2月の最後には蔦屋さんでのイベントを発表させていただきまして、はい、ここからちょっと待って、全員何を動いてるの私さ喋ってんねんや。俺の充電器どこ行ったっけなと思った。青がパクっとったし喋ってんねん。あいづち少ないわ。最初に来てさ、で充電なかったから寝ようと思って、そこが一番良かったから、うん、もう充電できたやろ。もうできてない。できてへんの、うん、だってなんかずっと思ってたもん。うん、すいません。はい、いいですよ。はい、ということで相変わらずですね。終わりですか？終わりです。ありがとうございます。いいねんな。よくないな。いいねんな。一番重要なこと言ってないで。お前。はい、ということで今月のドア玉にですね、私たちのオリジナル曲一発目発売。発売。もう何なんもう。発売しちゃった。全員ちゃうやん。発売してない。すごいやん。発表しました。イエイ。まあ先ほど言い間違えた発売とかっていう予定はなく、本当に私たちがオリジナルを作りたくて、まあ、ね、グレタンがなんかトラックあるし、うん、なんか歌詞あるしということで、これをもう私たちの曲にしてしまおうということで、はい、なんか投票したんだよね、1日に。そうね、1月1日、うん、元旦の日に、うん、でその時にこっちの方が投票数が多かって、うんうん、でこれにしよっかってなって、まあ、そっから2番ラップつけたりとかして完成したわけですけれども、はい、どうですか皆さん。いや素晴らしいでしょうよ。まあ作ったのグレタンですからね、そもそも全部。そうね、うん、どう作ってみた感じ。いやもう喋り出したら止まらんで、ね、こんなもん。でもスキャーキャーイラブユーだけは私がオリジナルと、オリジナルじゃないや、推薦させてもらったことを言いたい。まあ、ほんまはだって俺は違う形で曲作ろうと思ったからな。うんですよね。そうね。でも私はこれがいいって言って、コンセプトが全然違ったから。コンセプトは私のみになりました。だからもうそれに全部染めて変えまして、うん、どうもって感じかな。でラップとかも全部変えて、うん、うん、にして、うん、って感じかな。まあどっちにしろこの曲は別に、歌詞を読み取らんでええんすよ皆さん、うん、なるほど。感じてもらったらいいんですよ。無痛やん。何感じるかはそれぞれ。Don't sing。 え、だってじゃあそこにうんちがありました、はい、これ見て何を感じる。あ、臭そうやな、なのか、ね、わあめっちゃ硬そうやな、めっちゃでかいなって、いろんな感じ方あると思う、うん、それも人それぞれやから。だからこの曲を聴いて何を感じるか、うん、わ、かっこいいトラックやな、歌詞意味不明やなとか。私は学んだ、うん、学んだ、勉強した、はい、あ、そういう感じ方もあるよね。ありがとうございます。どっから。なるほどね。いや、どこから作り方やな、すき焼きの。フォートスリーとだ。すき焼きの作り方を学ぶ。ありがとうございます。じゃあこの曲はうんちの曲ってことですか。どっちかというとね。なるほど。意味が分からへんねんけど、なんでそこ全員分かる。確かに。なるほど、なるほど。だって、うん、だってマリモ、うん、メロンの出汁で、うん、だから無理やから。
普通逆っすもん。マリメロンの出汁でマリモを煮るって無理やね。マリモの出汁でメロンを煮る。あ、マリ、メロンの出汁、うん、マリモで煮ねん。無理やろ。無理や。煮るのは出汁でしか煮れへん。出汁を煮てんねん。マリモをメロンの出汁で煮るやったら成立するんか。マリモをメロンの出汁で煮るやったら成立するけど、ま、ね、おかしいねんって。それさえ本当はだ、メロンの出汁をマリモで煮ることは不可能や。確かに。だって出汁は煮るもんやから、出汁を煮るもんじゃない。確かに。バリクラッとすわやろ、ね、いい。人はそれをストレートに捉えていけばいけない。ちゃんと裏を読み取っていかなあかんから、何でも生きていく上で人生。私曲聴いてて何も歌詞入ってこへん。それも一つなんですよ。ふっか、何も入ってこーへんっていう曲の感じ方、それができるのはその人にしかできない。だって人は大体何かを感じるから確かにね。何も感じることができん人、それはそのあなたの感じないが感じる。なるほど。感じないを感じてるんですよ。あー、バリ深いっすよ。すごい。そうちょっと待ってよな。バリかっこいいわ。マイナスが出てこーへんな。音楽だから今から言うてんのにマイナス探してるから。ほんまやね。音楽って別に歌詞がいいから音楽ですか、音楽がいいから音楽ですか、音楽がいい、トラックがいいから音楽ですか。違いますね。概念は必要ですか。音楽いらん。いらないですよね。それはいらんと思う。その概念をぶち壊したんですよ。なるほど。かっこいい。惚れるわ。さすがに。でしょ。え、なにこれ。この曲をそういう感じで褒めたらいいの。今プロモーションしてます。プロモーションですね。これ僕のプロモーションです。プロモーションタイム、これ今、はい、深いな。だってそれで言ったらすき焼きアイラビューってすき焼きやと思って聞いてる人もいれば、うん、高知の人からしたら方言、あれ、あ、好きでさらに好きみたいな、うん、あ、でもほんまにそうですよ。私これ好き好きみたいな、いろんな意味がかかってすき焼きアイラビューですから、うん、ここに関しては私が語れるよ。そうやろ、うん、そういうことやん。だから情報量はもうとりあえず多くしてる、うん、うんうんうん。それは、まあ、ダンスにもしっかりかもしれないな。なるほどね、うん、はい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 。そう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 。もちろん、歌だけじゃない。この曲ってさ、すごい想像力使うじゃないですか。うんうんうん。想像しちゃうよね、勝手に、うん、知ってる単語出てくるから。なんか、あの、教育にいいなって思う。逆に想像力が何も意味ないのに。その絵本じゃなくて、うん、小説読むのと一緒で、小説ってあ、田沢さんも的な、そう、なんかさ、やっぱり写真とか決め事がないから自分で想像して物語を作るやん、小説って。それと一緒で、なんか歌詞を見て、んこれどうなってるやろみたいなのをなんかその紐解いていくみたいな感じで、すごいなんかそういう意味でも勉強というか教材、うん、じゃあもうこれは先生と呼んでもらった方がいいですかね。そうね。いや、グレタンです。先生でお願いします。確かにそれは分かるよ。なんか言いたいこと分かる。アートよな。そう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 、うん、芸術。なんかそのなんやろな、ルーブル美術館で流れてても違和感ない。ああ、ほんまや。パリ、パリやかな。ああ、アートってな、何でもアートやからな。そうそう、うん、パリス絵もアートやし。そうそうそう、音もアートやし、うん、それ何でもアートやし。確かに、うん、これ部員さんついてこれてる。全然ついていけない。このラジオで感じることもある種アートなんですよ。そうね。なんかこの3ヶ月で頭おかしなったんかなと思われる。この放送部聞いたら多分な。何があったんや。思われるで。そう、曲作りすぎて頭なんかちょっとネジどっか行ったなみたいな。だってカルトラジオじゃないんですか。でも思われるへん。違いました。思われかねないよこの感じ今。そうかな、うん、4人中3人しかも。終わりやん。じゃあみんなを洗脳できたということで。はい、また来週。来週あんねや。待って、みんな放送部今月な、放送部は多分ね、あんまもうないかもね。もうないかもね。もうないかもね。寂しいこと言う。まあね、当分はね、ないかもしれないですね。そうそうそう、わかんないけどね。うん、わからんけど。放送部じゃないところでいろいろ出すもんがあるから。そうそう、そうですよ。いっぱい楽しみにしておいてほしいかも。うん、うん、そうね。うん。まあ、久々に私たちがおしゃべりしてるところを届けたかったっていうのもあって、うん、このタイミングで放送部一回復活させてみたんですけども、はい、いかがだったでしょうか。だからせっかくやったらね、声聞いてくれた人で、はい、ちょっとあんまりあのそんな感じで聞いてなかったんですけど、もう一回聞いてみてほしいから。うん、そうね。あ、じゃあ全員のお気に入りのところを発表してみ、フレーズ、うん、フレーズ、うん、あー、ちょっと考えるわ、うん、どこやこの曲使って、あの
すき焼き作ってもらったら大丈夫。すき焼き作るときにこの曲流しておいてもらったら多分そうね、パパッと作れると思うし、BGM で最適、まあ好きなところと私耳に残るところがちょっと違うんよな、フレーズと音楽的なこの耳残りと。そうやね、聞いてたらここめっちゃ印象、なんか毎回そこの歌詞がめっちゃ耳に入ってくるなっていうところと、まあガチのあれで言うと結構あの音楽的な話で言うとやっぱり耳残りのあるフレーズの入れ方してるからやっぱあるやん、歌詞をいいもの伝えようと思うがゆえにちょっと音にはまりにくいようなとかあったりとか、ちょっともったいないけどやっぱ歌詞をここ思い伝えたいからっていう妥協はあると思うけど、俺その妥協一切なくして行きたいから、もう音楽聴いててなんかもう耳にサッと入ってくるようななんか変な中毒性、だからある種フレーズでなんかここ印象残ってるわってところは結構あるような気がする。確かに確かに、作ってるミーとしてはどうですか。ないかも。やばい、さっきの話全然ちゃう4人中4人頭おかしなってるやばいやん。変わりますか。初音につなぎ季節的元気な月のストーリー。結構長いな、わそこのもう曲の感じ全部なんや。なんかどういう意味それ。意味は分からん。だから初音につなぎ着せてピンキリな月のストーンってことやねんけど、うん、なんかなんていうのな、そこだけすごい一気に宇宙に飛んでいく感じ、なんかそのなんていうのな、頭上で音が鳴ってる感じがする。あ、頭上って感じ。頭上ってことでその感じがすごい好きですね。で、キイちゃんが歌ってるから余計なんか上にいる感じがして嬉しい。それね、強かったら嬉しい。嬉しかった。そう、上にいる感じがしてすごい召されてんじゃん天に。その瞬間私なんかすごい飛んでいきそうな気分になりますね。あ、そうですか。はい、なるほど、らしいですわ。はい、はい、まあ、それぞれね、はい、あるとは思います。ありますよ、そら。はい、私はめっちゃ耳に残るとこどこやったっけ。ないな、ないな。あんねん、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 毎回あんねん。毎回違う。一緒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 やで。それはそれでちょっと褒め言葉やけどな。一緒やね。毎回聞いても飽きない感じで。うん、あ、それはでもあるよね。なんか一回聞いただけじゃ分からんから何回も聞こうってなるかも。磯目の TikTok のあれと一緒や。そうね。一人見てもう一人見たいからのやつや。あ、よくコメントでもらってるやつ。私たち振り大体揃えてないんでね。じゃあ揃えても揃わない、ね。え、そうやね。一応頑張って揃えるんですけどね、撮影する前に。ここはこうみたいな。でも撮影の、うん、時間始まったら、なんかそのここはこうがこうじゃなくなってるんです。うん、外で撮ってたら余計に分からへん。鏡ないし。ほんまにそうやった。ここはこうこうこう。もうスタジオ戻ってるよ、3月やったら。あ、そうか。ね、お久しぶりですから。 V さんは結構待ってくれてたっぽいしね、うんうん、あのスタジオで撮影することを、うんうん、戻ってきてましたよ、まあね、磯面の部屋に。部屋じゃないか。まあ俺らのスタジオではないですけど勝手にな、あの時間はでも自分らの、まあ、空間、まあ、欲しいですけど。スペース何やったかな。私分度器みたいな歌詞ないな。ないっすね。入れた方がいいですか。え、じゃあね、そんな感じの歌詞が絶対あるんですよ。今ちょっとあの違う好きなフレーズで探したから、私が好きなところは自分歌ってるんですけど、うん、正体もわからないままならスピードがスキート、あースキートやって、間違えた、ビートに引っ張られてスキート言ってビートが好き好きなんですよね、なんか。そこに関して私歌詞もなんですけど、うん、なんかの歌い感じが結構好きで、リズムが好きなのかもしれない。あ、ママならスペインがなんか好き。美声何笑っとんねん。美声美声美声。ああ、まあまあまあ、いろんなところあると思いますけど、はい、好きです。まあ、みんなも見つけてみて、はい、何回も聞いて、はい、踊ってみて、はい、やってみてください。はい適当やな。はい、音楽なんてこんなもんやからね。音楽はほんまに感じ方それぞれマジである。そうね、うん、何が感じる、何がダメとかないしな、何を感じてダメとかないから、うんうん、俺いい意味で満金で届けたくないもん。満金、はい、全力でバーってこう。ああ、そうね、そう、
満足均一みたいな。何言ってんや君は。満金ってどういう意味。全力でこの曲はこういうのでここがこうでここを聴いてほしいです。理解理解理解じゃないですよ。 100% じゃなくてそう、うん、でも 100% 聴いてほしいねんけど。え、どういうことか。みんなの温度感で、はい、そうそうそう、はーい、ここも我々の感性なんで押し付けません。待って、思い出した。頭にいつも入ってくるやつ。お、何？ G マイナー。あー、はい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 、はい、私もこれ初めて1回目聞いた時からその G マイナーだけがめっちゃ頭に残るねん。 G マイナーね、そうっていう感じです。皆さんどうですか。確かやけどこの曲 G マイナー使ってへんねんな。使ってたっけな、忘れた。そう、忘れた。それいっちゃおもろいっすね、うん、使ってたごめんやけど、なんか俺使った曲ないねんな。 G マイナー入ってた、すいません。G マイナー結構頭に入ってくる。これ共感してくる人、してくれる人いるんじゃないかなと思います。どこに G マイナー耐えてるっけ、最初の、うん、そう、俺のパートやな。そうだよね、うん、どういうエピチナイト G マイナー聴いてたとか。あ、そうそう、 G マイナー聴いてた。あの曲頭やから余計に多分、あ、曲頭ちゃうわ、うん、歌い始め、うん、やから余計に頭に残るんですね。これは頭に残る、思い出してもらって。まあ、この曲をね使ってまたさらにいろいろ活動の幅広げれたらなと思いますので、うん、そうね、今後も SNS チェックしてください。お願いします。では今日の放送部ここで終わりたいと思います。聞いてくれてありがとうございました、はい、またいつか。おつめん、いつか。